皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。本日は今話題のリアルタイムでイメージトゥイメージ画像生成を行っていくリアルタイム LCM 画像変換を導入して使っていきたいと思います。パソコンがあまり得意でない場合はホームページの情報だけでは導入が難しいかもしれませんので、誰でもわかるように説明していきたいと思います。 RTX3060 でも十分動くようですので、皆さんもやってみてください。それでは早速始めていきましょう。まずいつものようにどこかにフォルダを作ります。私は C ドライブ直下に AA リアルタイム LCM というフォルダを作りました。 AA はフォルダの一番上に来るようにつけただけです。フォルダを開いてアドレスバーに CMD と入力してコマンドプロンプトを開きます。次に抹茶もなかさんの GitHub ページの LCMI2IPOC のページに行って URL をコピーします。リンクは概要欄です。先ほど開いたコマンドプロンプトに Git クローン半角スペースの後に今コピーした URL を貼り付けます。先ほど作成したフォルダの中に LCMI2IPOC というフォルダが入っていると思います。今のコマンドプロンプトを一度閉じて LCMI2IPOC のフォルダを開き、アドレスバーに CMD を入力してから再びコマンドプロンプトを開いてください。これでコマンドプロンプトのディレクトリが変わりました。慣れている人は CD コマンドでディレクトリを移動してください。この後はコマンドプロンプトの仮想環境を構築活性化して必要なライブラリーを順番にインストールしていくだけです。一緒にやっていきましょう。今から入力するコマンドは概要欄に載せておきますね。まずは python-mbbnb と入力してエンターで仮想環境を構築。 bnb スクリプツアクティベートと入力してエンターで仮想環境を活性化。カッコ bnb からコマンドが始まっていれば OK です。次に pythonmpip インストール、アップグレード pip で最新版の pip のインストール。次はこのコマンドを入力してエンターで PyTorch のインストール。今回 PyTorch は最新版の CUDA バージョンを採用してみました。 PyTorch のインストールが一番時間がかかります。次のコマンドで OpenCV のインストール、次のコマンドで NumPy のインストール、次のコマンドで GetWindow のインストール、次のコマンドで AutoGUI のインストール、 pip インストール diffusers でディフューザーのインストール、 pip インストールピローでピローのインストール。枕じゃないですよ、画像処理プログラムです。 pip インストールパインプットでパインプットのインストール。最後にホームページには書かれていませんでしたが pip インストールトランスフォーマーズでトランスフォーマーズのインストール。これで全てのライブラリーがインストールできたと思います。結構たくさんありましたね。そうですね、でもそれほど時間はかかりませんでした。この後この続きで Python リアルタイム I2IPY と入力するとプログラムが起動します。このまま進んでも良いのですが、2回目からの起動もできるように一度コマンドプロンプトを閉じてから再開します。 LCMI2IPOC フォルダを開いてアドレスバーに CMD と入力してコマンドプロンプトを開きます。 bnb スクリプツアクティベートで仮想環境を活性化。その後で Python リアルタイム I2IPY を入力してエンターを押します。初回の起動は少し時間がかかると思いますが、しばらくするとコンフィギュレーションと書いてあるウィンドウが出現します。プロンプトのところに何か記載しましょう。今回はワンガールと記載します。他の設定はとりあえずそのままにしてキャプチャー開始をクリックします。そうすると画面がこのように白くなりますので、マウスで画面の中のキャプチャーしたい場所を選択します。私はフォトショップの白いキャンバスを選択します。このようにマウスでドラッグして囲みます。選択が終わるとコマンドプロンプトが動き出します。私はすでに以前に起動しているのですぐに画面が出現しましたが、初回はいろいろな重たいファイルがダウンロードされるのでかなり時間がかかります。10分以上かかることもありますよ。気長に待ちましょう。
始まるとコマンドプロンプトに白い帯が絶え間なく出ていますが、このスピードで画像が生成されているということです。この画像が全部保存されていたらやばいですが、多分されていないでしょう。ではキャンバスの中に何か書き込んでいきましょう。今は白いキャンバスだけですので、線画の女の子が生成されています。絵を描き出すと画面の絵も反応しだしましたね。結構一瞬で絵が変わりますね。アリスの絵がひどすぎて人間と認識されていないですね。難しいですね。色には反応するでしょうか。頭のあたりに赤色をつけるだけでピンク色の髪の毛になりました。何かアリスが書き込みを増やすほど人間でなくなっていますけど、おかしいですね。もうなんか完全におかしなものになっちゃいましたよ。プロンプトにワンガールを入れているのに。何ですかこの物体は。おかしいですね。不具合でしょうか。不具合じゃないと思います。元の絵がひどすぎるのでしょう。そうでしょうか。自分で描くのは難しいので、ステーブルディフュージョンで生成した絵を使ってみましょう。確か最近生成した女の子の絵があったので、それを使いましょう。こちらはバッチリイメージトゥイメージされていますね。では変形ツールで変形させてみましょう。編集から変形、多方向に伸縮を選択して、画像が斜めになるように動かしてみましょうか。おー、結構綺麗に追従していますね。すごいですね。画像が斜めになった感じも綺麗に表現できますね。普通の生成ではあまり作ったことがない感じなので面白いですね。元の絵に落書きしちゃいましょう。ヒゲをつけて。ヒゲは反応しませんね。背景に黒丸。何か現れましたよ。ギザギザのブラシで後ろに落書き。あまり反応がないですかね。もっと濃く描いてみましょう。濃く描いたら四角の絵が出てきましたね。どういう認識なのでしょうか。緑にして落書き。おお、後ろが森になりましたね。色に強く反応を示しているのかもしれませんね。ブラシのテクスチャーも森っぽいですかね。色を変えて違うところも落書きしてみましょうか。服が元の画像とだいぶ違うので、服のところに落書きしてみましょう。赤で体の部分を落書き。どんどん画像が変わっていきますね。服は変わりませんが何か持っていますね。いつもの AI 画像より手がかなり綺麗な気がしますね。首のところを赤で塗ってみます。一気に服が変わってきましたよ。本当ですね。首は反応が良かったですね。肩のところも塗ってみましょう。さらに服が変わりました。最後は赤い服と可愛いマスコットの絵になりましたね。元の絵とはだいぶ違いますけど面白いですね。では違う使い方をしてみましょう。次はウェブカムモーションキャプチャーを使ってアリスの動きを追従しながら画質アップできるかどうかの実験ですよ。これができれば細かいテクスチャーの Vloid キャラを作る必要がなくなっちゃいますが、どうでしょうか。一度今の設定を閉じて再度起動します。今回はプロンプト欄にアリスの特徴をしっかり書き込んでいきますよ。茶色のミドルヘアと肩の開いたドレスですね。そしてデノイジングストレングスを 0.3 に下げておきます。これでキャプチャーを開始します。アリスのウィンドウを選択しましょう。ここでもしばらく待つと新しいウィンドウが開いて、イメージトゥイメージの画像が生成されてくるはずです。この設定ではどのような画像が生成されるでしょうか。おー、出てきましたね。完全にアリスじゃないですか。本当ですね。テクスチャーが良くなったアリスですね。憧れていたやつですよ。これは動きに関しては若干の遅れがありますが、とてもよく追従して動いてくれていますね。すごく楽しいです。デノイジングストレングスを下げたことで
ほどよく画像が変化しましたね。アニメーションのアップスケールと同じような効果でしょうか。画面を大きくして並べてみましょう。左がウェブカムモーションキャプチャーのウィンドウで、右が高速イメージ2イメージの生成画像ですね。ほとんど同じような画像ですが、やはりイメージ2イメージの画像はより綺麗ですね。手の動きも、ほら、とても綺麗ですよ。手が苦手な AI が作った画像とは全然思えないですね。指で一つずつ数えるような動きをしても、画像が破綻することなく、綺麗に生成してくれていますね。これはすごいですね。ここで使われているモデルは、いつものモデルよりも手の生成が得意のような気がしますが、気のせいでしょうか。ピースをして、顔を傾けても完璧ですね。顔の傾きには、綺麗についてきますね。手の速い動きは、少し無理があるようですね。その間は動いていないですね。でも、ある程度の速度の動きなら追従してきますし、顔に指を向けるような画像も、とても綺麗に描画できます。これは、うまく使えば新しいアニメーションの形が生まれるかもしれませんね。確かに、こちらからアニメーションにアプローチする方法もありそうですね。でも、本当に画像が綺麗ですね。特に手の描写の綺麗さにとても驚いています。V ロイドの手よりも綺麗な時もありますよね。そうなんですよ。どうなっているのでしょうか。若干の遅れが改善されたら、動画のアリスとしても使えそうですね。遅れもそんなには強くないですよね。そうですね。いろんなポーズをとっても、どれも画像が綺麗です。本当に楽しくて、ずっとやっていられますね。表情をいろいろ変えてみましょう。ドン引きの表情、笑った顔、悲しい顔、驚いた顔。驚いた顔は難しいかな。ウインク、ウインク完璧ですね。さて、どうだったでしょうか。今回はリアルタイムで画像を変換してくれるLCM の技術を使った高速イメージ2イメージを使ってみました。この動画を見れば誰でも導入できますし、ウェブカムモーションキャプチャーも Vloid も無料で使えますので、いろいろと設定を変えながら試してみてくださいね。とっても面白いよ。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。